泥棒が宝物庫に忍び込んだ。中は、金目のもので溢れている。できれば全部持って帰りたい。現代社会でそういうシンプルな泥棒は無理でしょ。とりあえず、ターゲットアイテムの選出に集中する。まあいいよ。各品には価値と重さがある。10円。お望みなら100万倍してもいいが、ゼロをたくさん書くのが面倒だぜ。まあいいよ。さて、風呂敷の容量には限度があり、持って帰る品の重さの合計はそれ以下でないとダメ。3キロ?もうちょっと頑張れない?その辺の事情はさっきと同じ。さて、持って帰れる品の価値の合計は最大いくらだ?多分、これとこれを選ぶと、合計50円、3キロ、で、60円は無理だね。まあ、品が少なすぎたな。もっと品が多い時にどうするか考えたい。選び方を全部試すのは、ダメだよね。そんなに悪くない。そうなの?品が N 個あるとすると、取るか捨てるかの2択を N 回迫られるから、選び方は全部で2の N 乗通りあって、20品くらいまでなら問題ない。100個あったら、ダメだね。ただ、単純な全探索にも利点があって、あるの?価値と重さの数値が大きくても問題ないから、品数だけ少ない時はベストな解放になりうる。最後の頼りって感じかもね。少し話がそれたな。今後は、品物が100個くらいあって、単純な全探索はできないと想定する。全部試さなくてもわかるもんなの?ここで、別の話をしてみる。急に何?この一方通行の世界で、左端から右端まで行く間に、最大何円拾えるか?これだけ狭かったら、また全部試せちゃうね。そうだが、無駄なく計算する方法を考える。まず、最初は一問なしだぜ。さて、仮にここを通るとすると、その時点での所持金額は最大いくらだ?そこにいるってことは、この矢印を通ってきていて、その手前では一問なしだったから、2円。ここにいるときは?今度は、上から来たかもしれないし、左からかもね。もし上からだったら、さっきと同じで、3円持ってるはず。左からだったら、2円持ってる状態で2円拾うから、4円持ってるはずで、こっちの方が多いね。ここは?今度は、左からか下から来てて、左からだったら、4円持った状態で1円拾うから、ちょっと孫や。違う?違うとは言ってない。ただ、今重大なことが起きた。重大なこと?ここに来るときに、こっちを通っていて、所持金が3円の可能性もあったが、無視したな。別にいいでしょ。この時点で最大金額を拾えてないのに、後で逆転、なんてありえないんだから。それが、動的計画法。略して DP だぜ。まあ、とりあえず計算を最後までやるか。この矢印を見たんだったね。もしこっちから来てたら、2円持ってて3円拾うから、5円になって、左から来るのと同じ。ついにゴールに来たな。上から来るか左から来るかで、上からだったら、4円持ってて3円拾うから、7円。左からだったら、5円持ってて1円拾うから、6円。だけど7円の方が多いね。というわけで、答えは7円でした。こんな風に、途中までのベストを記録して、毎回最初からやり直さないのが DP だぜ。はぁ、ちなみに、こういう進んだらもう戻れないネットワークは、有効非巡回グラフっていう、長い、略してダグ。進んだら戻れないってのは、こういうのがないってこと?ああ、そういうのをサイクルっていうぜ。今更だが、丸は頂点、矢印は辺っていう。今更すぎない?すまない。さて、ダグに戻るぜ。さっきの問題にひとひねり加えてみる。これは、爆弾。3個までは踏んでいいが、4個以上踏んだら、死ぬ。簡単に死ねそうだね。ゴールに生きて着くまでに最大いくら拾えるか?今回は、最高金額だけ記録してくと、死ぬ。さっきは捨てた3円拾うルートが、今回は生き残る唯一の道だな。今回は全部試さないとダメ?そんなことはない。ああ、4階建てにして、4階から初めて、爆弾を踏むたびに1回下がってけば、爆弾がない時と同じ。ってこと?ああ、地面からの高さが残りライフで、土に潜ったら、それが死ぬってことだな。というわけで、さっきと同じ計算を4回分やればいい。計算順は、矢印に逆らわなければ何でもいいぜ。マイナス無限、到達不能って意味。マイナス無限ばっかりだね。爆弾を踏まずに進むのは無理ってことだな。爆弾を踏むのを2回以内にしてゴールするのは無理で、3回踏めば最大6円持ってゴールできる。でいい?ああ、こんな風に、DP 用に作ったダグについて、頂点を状態、辺を繊維っていう。普通だね。さて、もともと何の話だったか覚えてるか?なんだっけ?泥棒が宝物庫に忍び込んだ。ああ、そうだったね。ちなみに、こういうのはナップサック問題っていう。これもまあナップサックだね。さあ、選び方を全部試さずに、ナップサックに最大何円分入るか計算できるか?時間が欲しかったら、ここで一時停止してほしい。こういうこと?
そういうこと。4キロ背負ったら死ぬと思うと、1キロってのはさっきの爆弾1個だね。というわけで、ナップサック問題は、爆弾付きコイン拾い問題の特殊ケースだぜ。あとは、また4階建てにして、1キロ背負うごとに1回下がれば、ただのコイン拾いになる。よね。こんな風に、一見ダグと関係なさそうな問題でも、整理するとダグが出てきたりする。1キロなら20円、2キロなら30円、3キロなら50円が最大。ちゃんと計算できてそう。以上、DP の表面をさらったぜ。他にも無数の使い方があるが、それを話すには動画の残り時間が短すぎる。よかったらチャンネル登録してね。ご視聴ありがとうございました。